引き寄せの力を解き放つ今日から使える心理学のトリック愛と魅力のゲームでは多くの場合微妙な詳細が大きな違いを生み出しますここでは好きな人を引き寄せる方法に関する心理学的アドバイスをご紹介します自分の行動について考えると人々はあなたをより好きになることに気づいたことはありますかこれは信頼関係を築き、 相手にあなたといて快適に感じさせるための無意識のトリックです。彼女に会う時は心から笑顔を浮かべてください。本当の笑顔だけじゃない。それはあなたをより魅力的にするだけでなくよりポジティブな第一印象を残します。笑顔は伝染し人の気分を大幅に改善できることを忘れないでください。ユニークな褒め言葉を与えて彼らに特別な気分を与えましょう。 典型的な褒め言葉は受け入れないでください。自分を際立たせてくれる型破りな褒め言葉は誰でも大好きなので、個人的で資料深い褒め言葉を試してみてください。あまり余裕を持たないでください。珍しいものを高く評価するのは人間の本性です。したがって、必ずスペースを与えてください。それはゲームをすることではなく、健全な独立心を維持することです。 細かい部分ままで考えてみましょう彼らがあなたに共有した小さなことを思い出すと明確なメッセージが伝わります。あなたは耳を傾け気にかけ興味を持っています。そうすることであなたの魅力が大幅にアップする可能性があります。ボディーランゲージは信じられないほど強力です。会話中はアイコンタクトを保ち話すときは前かがみになり。 そそしてて腕や肩にそっと触れてくださいこれらの兆候は親密さの感情を高める可能性があります。ユーモアを使いましょう。誰かを笑わせることは気分を良くするホルモンを分泌するため相手を引きつける素晴らしい方法です。さらにそれは多くの人が魅力的だと感じるあなたの知性を証明するものでもあります。自分の弱さを見せてください。 完璧な人はいませんし、完璧であるふりをするのは疲れるかもしれません。自分の欠点を誰かに見てもらうことで信頼が生まれ、より深いつながりが生まれます。何かに情熱を持ちましょう。情熱が人を面白くする。そして、何かに対して熱意を示すと、あなたはさらに魅力的になります。あなたが関係の外で人生を送っていることを示してください。 最後に、本物であること。本物であることほど魅力的なものはありません。そうしないと、相手はあなたの不誠実さに気づくでしょう。これらの心理的トリックは、操作戦術ではなく、現実世界との関係を改善するための戦略であることを忘れないでください。上手に活用すれば、望む相手を引き寄せることができるでしょう。見てくれてありがとう。 このようなコンテンツをもっと見るには「いいね」を押して購読してください。